それからあともう一つ、これはね、近隣諸国でいうと台湾だってこの最近になってやっぱりこの安倍総理の考え方はおかしいと、危ないということを言う人たちが増えてるんですよ、これは知日派の中にも。ですから一番肝心の韓国や、あるいはこれは台湾でありますとか、それからもちろん中国とも非常に大事でありますよ、そういう努力をやっぱり重ねていって、そしてそのバランスにおいてやっぱりこの平和を守っていくと、とりわけ極東の平和を守っていくということが大事でありまして、そこのところは抑止力万能主義になるとどん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 エスカレートしていきますから、ますます軍拡競争になってしまうわけですよ。そんなことを日本が取るべき対応、取るべき対応ではないということを申し上げているわけであります。私は安倍総理にそういうレッテルを貼ったということではありませんで、安倍総理の話を聞いていると、それはますますそういう抑止力さえあればなんとかなるんだということに傾いているということを申し上げているんです。これは、はい、どうですか、はい、岸田外務大臣。我が国は外交あるいは安全保障政策について、韓国をはじめ、近隣諸国あるいは地域に対しまして、しっかりと説明をし理解を得るということ、これは当然重要なことであります。ですので今回7月1日閣議決定する以前から、この我が国におけるこの安全保障の法的基盤に関するこの議論が行われている、こうした内容につきましてはさまざまな国際会議あるいは二国間会議等を通じまして丁寧に説明を続けてきました。そして今回の閣議決定につきましても当然のことながら韓国をはじめ近隣諸国あるいは地域に対しまして丁寧に説明をしているところであります。ぜひ今後ともこうした丁寧な努力は続けていき、多くの国々の理解を得ていきたいと存じます。そして事実、このさまざまな国から我が国の取り組みに対しまして歓迎や支持が得られている、こういったこともしっかりと指摘をしていきたいと存じます。安倍内閣総理大臣。今委員が指摘をされた国々に対しても丁寧に説明をしているわけでまいります。そして台湾に対しても古い友人でありますから、しっかりと説明をしていきたいと、説明をしていただければ私は必ず理解をしていただけると、このように思っておりますし、私も8カ国か9カ国ぐらい回ってまいりましたが、そのすべての国においてですね、しっかりと私たちの考えについて説明をしております。紙についてそれぞれの国の言葉に訳し、お渡しをして、そしてほとんどすべての国で支持をいただいていると思いますし、先週まで訪問をしておりました豪州ニュージーランド、そしてパプアニューギニアからも支持をいただいたわけでありますし、オーストラリアからはですね、まさに70年前の日本で見るべきではなくて今の現在の日本を見るべきだと、日本こそですね、地域の平和と繁栄に、貢献をしていく資格を持っているという趣旨の、お話を首相からも、いただいたところでございます。そして誤解を与えてはいけないので、訂正をさせていただきますと、まるで軍拡、今回のこの閣議決定が軍拡につながるというような、ご趣旨のお話をされましたが、決してそんなことはないわけでありまして、我々はですね、5年間、すでに中規模においてですね、5年間 0.8% ずつ増やしていくということは決めています。しかし5年間 0.8% 増やしても、2002年の水準に戻るだけであります。ですからその中で今このアジアの情勢がどう変わっているかということも勘案しながら常識的に考えていただければ、決して軍拡ではないということはご理解いただけるんだろうと、このように思うところでございます。海江田万里君。これはですね、やっぱり自衛隊の装備、正面装備を増やさなきゃダメなんです。対応できないんですよ。新たな任務が総理のやるような総理のこの集団的自衛権を行使をするということになれば当然でしょ。これはそれはそうでしょ、それは当然のことじゃないですか。それからあともう一つ、これはね、近隣諸国でいうと台湾だってこの最近になってやっぱりこの安倍総理の考え方はおかしいと、危ないということを言う人たちが増えてるんですよ、これは知日派の中にも。ですから一番肝心の韓国や、あるいはこれは台湾でありますとか、それからもちろん中国とも非常に大事でありますよ、そういう努力をやっぱり重ねていって、そしてそのバランスにおいてやっぱりこの平和を守っていくと、とりわけ極東の平和を守っていくということが大事でありまして、そこのところは
抑止力万能主義になるとどん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 エスカレートしていきますから、ますます軍拡競争になってしまうわけですよ。そんなことを日本が取るべき対応、取るべき対応ではないということを申し上げているわけであります。私は安倍総理にそういうレッテルを貼ったということではありませんで、安倍総理の話を聞いていると、それはますますそういう抑止力さえあればなんとかなるんだということに傾いているということを申し上げているんです。これは、はい、どうですか、うん、はい、岸田外務大臣。我が国は外交あるいは安全保障政策について、韓国をはじめ、近隣諸国あるいは地域に対しまして、しっかりと説明をし理解を得るということ、これは当然重要なことであります。ですので今回7月1日閣議決定する以前から、この我が国におけるこの安全保障の、オーストラリアからはですね、まさに70年前の日本で見るべきではなくて、今の現在の日本を見るべきだと。日本こそですね、地域の平和と繁栄に、貢献をしていく資格を持っているという趣旨の、お話を首相からも、いただいたところでございます。そして、誤解を与えてはいけないので、訂正をさせていただきますと、まるで軍拡、今回のこの閣議決定が軍拡につながるというような、ご趣旨のお話をされましたが、決してそんなことはないわけでありまして、我々はですね、5年間、すでに、中規模においてですね、5年間 0.8% ずつ増やしていくということは、決めています。しかし5年間 0.8% 増やしても、2002年の水準に戻るだけであります。ですからその中で、今この法的基盤に関するこの議論が行われている、こうした内容につきましては、さまざまな国際会議、あるいは二国間会議等を通じまして、丁寧に説明を続けてきました。そして今回の閣議決定につきましても、当然のことながら、韓国をはじめ、近隣諸国、あるいは地域に対しまして、丁寧に説明をしているところであります。ぜひ今後とも、こうした丁寧努力は続けていき、多くの国々の理解を得ていきたいと存じます。そして事実、このさまざまな国から我が国の取り組みに対しまして歓迎や支持が得られている、こういったこともしっかりと指摘をしていきたいと存じます。安倍内閣総理大臣。今、委員が指摘をされた国々に対しても、丁寧に説明をしているわけで、参ります。そして、台湾に対しても、古い、友人でありますから、しっかりと説明をしていきたいと。説明をしていただければ、私は必ず、理解をしていただけると、このように思っておりますし、私も、8カ国か9カ国ぐらい回ってまいりましたが、そのすべての国においてですね、しっかりと私たちの考えについて説明をしております。紙についてそれぞれの国の言葉に訳し、お渡しをして、そしてほとんどすべての国で支持をいただいていると思いますし、先週まで訪問をしておりました、豪州ニュージーランド、そしてパプアニューギニアからも、支持をいただいたわけで、ありますし。